さてと、キャルにはああ言ったけど、本調子には遠い今の状態でどうやってあれに勝とうかしらね。あの魔物図体はランドソルの王将くらい、移動速度は馬の早足くらいかしら。放射される魔力の熱風は周囲を一瞬で怪人に帰している。余波だけでも半径数キロに甚大な火災が発生、並大抵の魔物や人間じゃわけもわからないうちに黒焦げでしょうね。それにさっき出会い頭にぶつけてやった破壊魔法でもほとんどダメージを与えられていないみたい。今の私ではあの威力の攻撃を連打はできないとなると、悔しいけどやっぱり正面から叩き潰すのは無理ね。だけど多少変貌しているとしても、こんなモンスター開発リストの中にあったかしら。はっきり思い出せないわ。腹が立つわね。まだ頭の中にもやがかかっているみたい。嫌がらせでもされている気分よ。まあいいわ、討伐が目的ではないのだし、用があるのは中身、エリスの方よ。そしてミネルヴァ、ミネルヴァさえ手に入れば全てを逆転できる。いいえ、そもそもあれは私が手に入れるはずだったもの。私以外の誰かが好き勝手刺激しているだなんて許さない。ついでに言うなら、元とはいえ私の飼い猫を焼こうとしたことも許しがたいわね。けれどミネルヴァは現状エリスと名乗る草の結衣の複製と一体化していて、そのエリスはあの魔物の中となると、そう、まずはあの魔物を外側から操ることができるかどうか試してみるべきかしら。無粋な真似はやめてもらおうか、カイザーインサイト。誰よ、エリスの仲間かしら。ごきげんよう、私はミロク。少々事情がありまして、エリスさんの願いを叶えるために力を貸しているものです。ああそう、駒使いなんかに用はないわって言いたいところだけれど、あなた随分おかしな体をしているじゃない。少しだけ興味が湧いたわ。それにその顔、かろうじて記憶にあるわね。現実ではおかしな組織の多さをしていなかったかしら、あなた。さてどうでしたか。あまり過去にはこだわらないたちなものでね。自分で考える頭を持たない有象無象からあらゆる価値を吸い上げる、その手札には共感しなくもないけれど、信仰の先を想像上の存在に押し付けるのはいただけないわね。せめて斧が身を神として手を下したらどうなの。ねえ、そう、この私のように。何がおかしい。神？神だと？あなたごとき神には決して届かない。そもそも二足歩行の猿が少しばかり脳を発達させたからといって神を宣称するなど、知識過剰にも程があろうよ。絵物語に出てくるような神がお好みのようね、あなたは。奇跡の一つでも見せてあげれば満足するのかしら。結構
よく目を見開けば奇跡などそこら中に転がっている。超能力者や霊感体質者の存在はあなたもご存知のはずだ。それに耳、魂を電脳にダイブさせるという奇跡をどのようにして再現可能な技術へと貶めたのか。ですが現在観測されている超能力者たちにもそのような異能は見られない。では一体誰がどのように。心当たりはある？もちろん。ほう、当然でしょ。得体の知れない技術に私の体と精神を委ねたりはしないわ。ただ確かに顧みればミッシングリンクのような唐突さを感じるわね。2020年代の半ば頃から爆発的に発展し普及した革新技術。うん、流れ美空やその上無意味のような境遇の人物が能力を解析され技術の基礎となったのではと想像していましたが。ありえない話ではないわね。ひょっとしてウィズダムの設立前に長老が、あるいは弥勒だったかしら。一応礼を言っておくわ。現実に帰ったら調べたいことが増えたもの。ほう、それは。だけど問答はここまでよ。礼の代わりに、そして先ほどの非礼の報復に、あなたがその体に溜め込んだ魂の群れ、私が奪ってあげるわ。あなたを血祭りにあげればエリスに一泡吹かせる手段が見つかるかしら。そうはいかない。今のは私の魔法が消された。口だけの男というわけでもなさそう。カイザーインサイト、そちらにもいろいろと都合はあるだろうが、記憶を取り戻した以上、貴様は以前のように執拗にミネルヴァのことを狙うことだろう。地に落ちたといえど貴様もこの世界の創造主が一人。こちらの知り得ない裏技を使われる前に5体上いただくとしようか。逃がしはしない。魔力の守りが消えた後、巨神の熱に焼かれるがよかろう。無事ですか、カイザーインサイド。キングリープ、余計なことを。とは言わないけど、まさかあなたが私を助けるだなんてね。無論好きで助けたわけではありません。状況的にそうせざるを得なかっただけのことです。それじゃあ、おっと、次が控えているので失礼。ミラーミラー、うん、あれが演算無効化ってやつか。ならこれはどうかな。
威力は悪くないが、敵の面の皮が厚すぎるか。それにただの人たちでお釈迦とは。おい、クイーン・ラビリンス、この剣強度が足りんぞ。そりゃ全然調整不足だからね。ノエム用に作ったレプリカの予備を倉庫から引っ張り出してきたやつだもん。とはいえ、今の一撃が通じないなら外部からではまず破壊は不能。それが分かっただけでも十分でしょう。となると内側からの破壊を試みるしかありませんが。ちょっとあなたたち、いきなり出てきてどういうつもりなのかしら。やあマナー、久しぶり。元気してた？不快な挨拶をするんじゃないわよ。牢の結界内での私のステータスなど常に監視していたでしょう。うん、事実上結界内に囚われていたのはレジーナ・ゲッシュらも同様だったはずですが。ミロク、我々をいいように駒扱いした借り返しに来てやったぞ。あなた方を洗脳していたのは私ではなくミソラさんの。なるほど。彼女が使っていた洗脳魔法装置は黒きバラの城に隠してあったわけか。みたいだね。城をぶつけてソルの塔を乗っ取ろうとした時はちょっと焦ったけど、まあ結果オーライってことで。いやはや、物事の費用対効果を無視するのはミソラさんの育ちの悪さゆえですね。装置が城ごと壊れ、洗脳のための魔力が送られてこなくなったのであれば、いつまでも結界を維持しておく必要はありません。ですので少々遅参になりましたが、こうして駆けつけたというわけです。まだ宴は始まったばかりのようでしたからね。おい、人のセリフを模倣するんじゃない。まあそんなわけだからさ、ミロクだったっけ。君にはここでご退場願おうかな。私たちはパパッと懲役を終わらせちゃいたいんだね。やれるものならと言いたいところですが、あなた方全員をお相手するほど私も思い上がってはいない。安全な場所で世界が燃え尽き塔が崩れ落ちるまで見学をさせてもらうことにしよう。なんだ、撤退したか。興ざめだな。引き際を心得る相手というのは面倒ですね。どうしますか。次はこうしている間にも巨神は移動を続けています。放置すれば弥勒の捨て台詞通り、ものの数日で世界すべてを焼き尽くすでしょうね。そうだね。真っ先にランドソルに向かわないのはまだ慣らし運転だからって感じだけど、コーチはできないね。エリスとミネルバが内部にいるのならなおさらだ。おい、キングリープ、空間跳躍で奴の後を追えないのか。逃げ込んだ先には空間があるはずですから不可能ではないでしょうが。しかし空間跳躍には座標の固定が必要です。突入するためには巨神の動きを止めなくてはなりません。しかしこの巨神を抑え込むには私たち4人でも厳しいでしょう。そうだね、5人がかりでどうにかってところかな。
5人ってもしかして私も数に入れているの？さすがはカイザーインサイト、計算が正確で早いですね。気に食わないわ。まったく腹立たしい気に食わない提案だけれど、仕方ないわね。久々にあなたたちの作業を手伝ってあげるとしましょうか。あれ？てっきり嫌がるかと思ったけど。ひょっとして何か企んでるの？まあ当然企んでいないわけがないでしょうね。だがどのような風の吹き回しである、久々に陛下と肩を並べられるのは心が躍るぞ。だけどこれだけの顔ぶれが揃って足止めをするだけなのかしら。うん、まあこの世界を守りたいって思う人間は私たちだけじゃないからね。私たちがすることは道を作ってあげることかな。世界を救う少年たちさ。